超渋くね？超渋くね？この、ジョン軍七作目か、ゾゴック七体迷彩塗装。このもう取ってつけたようなヒート剣と、シュツルムファーストが最高。動画をご覧の皆さん、こんにちは、プラキチです。プラキチです。あ、プラキ、あー、しまった。このバカ、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 やんなつたらこのバカ、この中国で、発達障害、この当たり、中国だよね。皆さんどうも、こんにちは。ブラキチです。はい、中国で、今日頑張らん、これでーい。ジョングモビルスーツ、カッコ、試作メーカー、ゾゴック。はい、中国だよね。今回ちょっと短い動画なんですね。五段ヘリクスをやめてサクサク行きましょう。これを組むとこうなります。キラリラリン。イェーイ、できましたー。トミックです。中国だよね。ジョングモビルスーツ、試作メーカー、ゾゴック、七体迷彩塗装、キャンセルしましたよねー。中国だよね。それではね、早速各部の陰部を見ていきましょう。陰部を舐めていきましょう。まず正面は、ケンネケンジ。側面は、ケンネケンジ。背面は、ケンネケンジ。好きなアーティストは、河野智美、ともちゃん大好き。はい、ということでね。いや、完成しましたけどね。いいっすね。まあ、ほんとこの、ジョン軍水泳部はね、ほんと、七体迷彩塗装がよく似合う。で、ちょっとね、手持ち武器がね、ないんで寂しいんで、ちょっとね、武器を持たせてみせましょうね。はい。はい、ということでね、いかがでしょうか。武器はね、とりあえず持たせてみました。ただね、これね、持たせたらいいんだけどね、これ基本的にこいつ手動かねえから持たせらんないからね、マスキングテープでね、両面テープみたいに、くるっと巻いてね、持たせるだけですね。はい。いいね。あ、これ、ガンダムと対比したいね。ちょっとプロトタイプガンダム持ってきました。はい。なんでもチンゲが起こってんだよ、これ。どうしたくんの？どう？かっこよくね？いやー、いいなー、このミリタリータイプ。最高だね。ちょっとね、近くで見てみましょう。かっこいい。かっこいいっすね。やっぱりね、下地はデザートイエロー。で、その上に、ダークグリーン。で、そのデザートイエローとダークグリーンの間をウッドブラウンで吹いてまとめるっていうのがベストかな。いいっすね。かっこいいっすね。ちなみに、このね、ブーメランカットだけね、あれなんだっけな。スターブレットアイアンで塗ってます。これ、押されポイント、押されポイントね。このね、ゾゴックね、何気にね、燃えポイントがね、このね、側面の部分穴開いてんじゃん。見えるかな？このブーメランがね、繋がってるんだけど、別パーツでこの穴開いてね、ほら、わかる？こう。ほら、穴開いててさ、奥にさ、ブーメランのパーツが見えてるじゃん。これ燃えポイントだよね。これ100分の1だとね、省略されてるんですよ。一応、生焼きにこれ別パーツになって、奥にね、このブーメランがね、繋がってるっていうね。あ、ちなみにこれブーメランだったの、設定が。最近はね、なんかダクトになったけど、これブーメランっていう設定だったんですよ、これ、もともと。違ったっけ？なんか、もともとこれ、腹部もブーメランカッターだった気がしたけどね。違ったっけか。そんな感じでね。これ。ていうかさ、実は最近僕にはね、むちゃくちゃハマってるガンプラ女子がいるんですよね、一人。めっちゃ可愛いよ。って言うと誰って言うんですよ、みんな。残念ながらね、教えられませんね。全然売れてないけど、売れてないんだけどね。本当にこの子、塗装が好きなんだなっていうことですね。登録者多分、千数百人じゃない？そんでもね、なんだろうな、塗装が本当好きらしくて、はっきり言って塗装設備、俺より上ですよ。塗装も下手したら俺より上手いんじゃないかな。ていうか、そう聞くと俺は上手いみたいに聞こえるけど、俺全然上手くねえから。そんな感じでね、まだ全然無名なんだけど、ガンプラ女子一人ね、ちょっと僕応援してますね。めっちゃ可愛いよ。
あ、スバターさんってこういう女の子好きなんだってバレちゃうから教えない。あとね、なんだろう。基本的に俺リスナーさん信じてるんだけど、多分ね、変なね、コメント書いても困るんだよね、そこに行って。俺がね、女性系 YouTuber をね、動画で紹介したくないよ、それですね。うん。絶対ね、スバターさんのとこから来ました。よろしくお願いし。本当にね、言いづらいっす。紹介しづらいっすね。はい。あ、それからね、今回のね、ちょっとね、ポイントなんだけど、ヒートサーベル。うん。ヒートサーベルっていいんだっけ？そう、ヒートサーベル。ヒートサーベルね、HG グフのものを使ってて、まあ、スツルームファーストは、HG 旧作なんだけど、このヒートサーベルなんだけど、元こんなんじゃん。透き通ってんじゃん。これ、非常におもちゃっぽくて嫌なんですよね。だから、旋盤のスポンジャスリで、シコシコシコると、こんな感じで、不透明になっていい感じになるんですよね。うん。これ皆さん真似した方がいいと思うよ、これ。うん。プロモデルの方もなんかやってる人いたんだよ、これ。俺、真似してるだけなんだけど。うん。これはもう真似してます、僕も。うん。この方がいいですね。はい。まあ、そんな感じでね。以上。ジョコック、失礼名作塗装でした。高評価よろしく、じゃあなし。